島正都氏は、日本のマイクロプロセッサーアーキテクト、合津大学教授、青いテクノロジー株式、会社代表取締役社長などを歴任した。最初期のマイクロプロセッサーの一つである、インテル4004の設計開発者の一人である。インテル4004の他にも、インテル8080 80、Z80、Z8000 などのマイクロプロセッサーの開発に、携わっており、 世界のマイクロプロセッサの歴史に多大な影響を与えた。1943年、静岡県静岡市に生まれた。静岡県立静岡高等学校を卒業後、東北大学理学部科学第二学科に進学した。科学を専攻していたが、同じ研究室の先輩から、島、世の中には電子で動く、電子計算機があるんだ。 いろんな物質の構造式を見つけ出すソフトもあるといった話を聞いていた。1967年、日本計算機販売に入社した。入社後、事務ソフト部門に配属された。そういったアプリケーションの開発には興味が湧かず、上司に開発部門に移動させるよう直訴し、1967年の秋に日本計算機製造茨城工場に出向となり、 待望の電卓開発の仕事に就くことになった。その後、相次いで開発される IC に対応するため、担当した電卓の開発チームが渡米してしまい、他の事情もありしまは一旦ビジコンを離れる。静岡県警察に転職し科学鑑識課に勤めるも、3ヶ月後に開発の仕事ということで電卓の世界に復帰した。そして1970年、 インテル4004を開発することとなる。インテル4004-4004はビジコンのプログラム制御方式の高級電卓のために必要なチップとしてインテルと共同開発したものであり、島はビジコンの社員として開発に関わった。インテル社市では当初4004の設計開発者はフェデリコ・ファジン、マーシャン・ホフ、スタンデー・メーザーであるとされ、 顧客会社の出張社員である島の名はなかったが、1984年に設計を行った一人であると追認された。1969年。この年、シャープが LSI を採用した電卓 QT-8D を発表、発売し、電卓業界は急速に LSI 化への道を進んでいた。日本計算機製造はランダム論理制御により、 電卓のタイプごとに異なるカスタム LSI を使用するのではなく、LSI は複数のタイプの電卓間で共通化し、ロムの内容を書き換えることで、各タイプに対応するプログラム論理制御の電卓を比較した。さらに、同じ LSI を似たような計算が必要な電票発行機などに流用することも意図していた。前年の1968年に、 ビジコンの電卓の開発製造を担当していた電子技研工業から開発の仕事の打診を受け、島は静岡での科学鑑識の仕事から電卓の世界に戻っており、1968年の秋に LSI は未使用であるが、プログラム論理制御のビジコン 162P を完成させ、新方式へ乗り換えを深めていた。1969年に入り、 前述のように LSI を使用した電卓を開発する機運が高まった。提携先としてインテルが選ばれ6月に渡米の予定となった。余裕があった島がシステムの構成を渡米までに考えることになった。162P の経験を LSI 化に応用したような構成を考えた。渡米は6月20日発、ボーイング747の就航前年であり、 旧型機でのフライトであった。シマラをサンフランシスコ空港まで迎えに来ていたのは、後にマイクロコンピュータの元となるアイディアを出したテッドホフであった。1969年の初夏のサンフランシスコで行われたビジコン側からの電卓の構想についての説明に対しインテル側はほとんど興味を示さなかった。要求仕様についてインテルに伝えれば、 LSI については論理設計から製造までインテル側で行われると思っていたビジコンの技術者は日々戸惑いを増していたがこれには大きな誤解があった実は本契約はまだ交わされておらずインテル側は単にコンサルティングとして付き合っているという状態だったのだと後になって分かったというこの意識のズレは後々も姿を見せるこの時 ビジコン側が提案したのは次のような構成であった。電卓全体の方式としては、プログラム論理制御とし、電卓の用途に応じてメモリに書き込むプログラムを変え、様々なタイプの電卓に対応させる。周辺機器などの制御にはそれぞれ専用の LSI を用意し、プリンタの制御はランダム論理制御としていた。新規設計の LSI を10種類前後使用する。 この提案には数の問題ばかりでなく LSI のパッケージングの問題もあった。この構成では40ピンなどの比較的大きなパッケージを必要としたが、インテル側にはそのようなパッケージの用意がなく、当時メモリなどに使っていた16ないし18ピンのパッケージを利用したがっていたのだが、ビジコンにはそれは知らされていなかった。テッドホフはこのビジコン案に対し、 そのプログラム論理制御という点に興味を示していた。8月21日、インテル社からビジコン社に送られた手紙には、ビジコンが望む規模と価格での LSI の生産は不可能と読める内容が記され、開発はほとんど暗証に乗り上げていた。1969年8月下旬のある日、シマラのところへ、テッドホフがやってきて、口癖であるマイアイデアイズを発しながら、 一層4ビットで汎用のコンピュータの CPU のような LSI を作れば良いではないかというアイデアを説明した。ビジコナンでは、例えば電卓の加算であれば2個のレジスタの指数を揃えた後1個の加算命令で全桁の加算が一辺に行われるというマクロな命令によるプログラム制御であった。これに対し、ホフのアイデアは4ビットの汎用のコンピュータの CPU のようなものを作り、例えば加算命令は4ビットで重心1桁の計算をするのみというマイクロな命令とし、プログラムで電卓の機能を実現するというものであった側が複雑さを受け持つという方向転換はむしろ後年のシスクリスクに似ているとも言える。ホフが最初に示したスケッチでは電卓における計算以外の機能をどう実現するかは示されておらず、 前述のピン数の問題も考えられていなかった。当初アンベースの使用検討と並列して、保フのアイディアを基にしたチップについても、電卓向けに必要な修正や他の部分を含む詳細な使用を検討し、後者を進める方針がほぼ固まったが、契約がまとまらず、1969年12月20日に島は帰国した。翌1970年の4月7日、 単なる打ち合わせをする予定で、再度の渡米をする。本契約は同年の2月6日に結ばれており、設計はインテル側が進めているものと思っていたが、結局島がほとんどの論理設計をすることになった。マイクロコンピュータの誕生には特に書かれていないが、文芸春秋に寄せた文章によれば、莫大な開発費を支払ったのに、何もやっていないとは何事か。 と激怒したという。インテルの説明するところでは、プロセッサの論理設計のできる技術者を雇おうとしたが、アーキテクチャが4ビットだということがわかると、みんな辞退してしまったのだという。当時すでにメインフレームは32ビット、ミニコンピュータでも8ビットから16ビットで、そういったコンピュータの設計者から見れば、4ビットではおもちゃと思われたためであった。しかし、 2010年代から振り返ってみたとき、おそらく最も単純かつ重だった理由は、その時のインテル社は、それどころではなかったということであろう。創業からそう長い時間が経っておらず、まだ決定的な商品を送り出すことができていなかった、インテル社は、この4004の誕生と同じその頃、その、決定的な商品となるべき D-LAM チップ、1103についてもまた、開発中であった。 そしてそのために4004シリーズの開発がスカンクアークスの仕事であったのに対し大多数の社員は会社存亡の対処に追われていたのである。単に画期的な新製品の開発の難しい時期に差し掛かっていたというだけではなく1103は実はその安定性に不安があった。結果的にはコアメモリは新しいチップに 価格競争で負けましたという挑戦的な広告と共に成功したチップとして歴史に残ることとなったが、これはいくつかの幸運のおかげだった。渡米したシマラにパターン設計者でプロジェクトリーダーとなるフェデリコ・ファジンが紹介された。パターン設計者がいるということから論理設計は進んでいるものと思われたが、実はファジンは 前日に雇われたばかりで、引き継ぎすらもされていなかった。つまり、論理設計はまだ全く進んでおらず、誰もやる者がいないという状態であったため、島が論理設計を行うことになった。CPU 自身の論理設計の方式は、ワイヤードロジックとした。2から3ヶ月で CPU の論理設計が完成し、周辺のチップの設計も進めた。9月から、 CPU のパターン設計に入り、島は、ジ人から学びながら、パターンの設計やチェックの仕事にも参加した。目途がついたため、10月中旬に、市場調査のため、東海岸とヨーロッパを視察してから帰国した。明けて1971年、いわゆるマイコン開発支援システムと後に呼ばれるようになるようなものを作り、完成に備えた。 4月、通関で1問弱あったものの、なんとか CPU を輸入でき、動作を確認した。世界初のマイクロプロセッサの誕生であった。なお、一般に4004の誕生日とされているのは、同年11月のインテルによる一般発表の日である。また、インテルの資料では、CPU の4004のほか、周辺のチップをセットとして、MCS-4 としており、 MCS とはマイクロコンピュータシステムの略である。当時は国内産業育成のために LSI の輸入に際しては手続きが厳しかったにもかかわらず通関審査を通すときに送り上に CPU とあるがこれは何だとなった際に誇らしい気持ちもあってこれが世界で初めてのワンチップコンピュータなんだとやっちゃった。だから事態が紛糾しちゃったってところがあるという。 4日間日産して説明し、通関審査をパスしたという。4004に関しての特許は特に取らなかったが、後に重心補正命令だけでも特許を取っておけば、莫大な収入になっただろう、と書いている。島は4004の開発後ビジコンを退職し、利口に転職。インテル社は次期製品として8008を開発。 その性能向上にあたり特許戦略及び他社による競合製品開発阻止のために当時インテルの CEO だったロバート・ノイスが島をスカウトし1972年インテルに転職8080 80では当初より主任設計者を務めて4004の時と同様にほとんど一人でロジックを組み上げ8080 80のパターンの隅には島屋の家紋が刻まれているその後 ファジンラ CPU 開発チームの主力メンバーと共にスピンアウトし材ログ設立に加わり Z80 や Z8000 を設計した。Z80 は8ビットマイクロプロセッサのベストセラーの一つである。以後、VM テクノロジー、青いテクノロジー、アイズ大学での教職などを歴任した。詳細はマイクロプロセッサ最初のマイクロプロセッサを参照。 マイクロコンピュータの誕生には、進度を変えざるを得なくなった、特定の専門分野を持っていなかった私は自由に、物事を考えることが可能であった。大抵は知識なり経験に頼ろうとし、人間の考える能力を知らぬ間に殺してしまう。とうとある。一方、直訴と独学で作った、世界初の CPU には、次第に、コンピュータのプログラミングをやりたいと考えるようになり、 1967年、日本計算機販売に就職、とある。マイクロコンピュータの誕生には、1968年4月に静岡での仕事に就き、8月に電子技研に移った、とある。しかし、同年秋に完成させた電卓について、半年後という表現がある。計算旗や各戦いには、3ヶ月後の68年春、とある。そういった、 制御方式については、電卓技術教科書に紹介がある。プロセッサの内部制御方式では、マイクロプログラム方式と呼んでいるものと同様の考え方によるもの。電子立国では、プログラム内蔵方式、ストアードプログラムといった語で説明している。マイクロコンピュータの誕生には、ボーイング808とあるが、そのような機はない。707とコンベア880の鳥以下。 1969年4月28日に仮契約、電子立国日本の自助電、P94 によれば、インテル側のホフは12種類、ムーアは13種類だったとしているという。マイクロコンピュータの誕生によれば、検討過程で数は上下しているので、この数字にはあまりこだわる意味はない。同書 P39 によれば、最終的にはプリンタ付きで8個。 表示のみの電卓で6個まで削減したという。安藤久志茂による解説や、島による一般向けの説明ではこれを重視新法のコンピュータと表現している。また、次世代マイクロプロセッサ P59 では、IBM 1 4 0 1と同様な方式としている気素と独学で作った世界初の CPU では、日地法のコンピュータと表現している。 http://www.computerhistory.org/revolution/digital-logics/12/28a/1466 <music> ここでは島の書籍などによる表現に従って書いているが、コンピューターアーキテクチャプロセッサのアーキテクチャと実装の分類では島の作業は。 論理設計及び回路設計、ファジンの作業は物理設計に相当する。8080 80のパターンの画像でもバージョンによるか複数枚あるうちの別のフォトマスクの画像であったり、別のパターンが重なっていたりなどで確認できなかったり確認が難しいものもある。8080A のフォトマスクではなくチップの写真にわかりやすく確認できるものがあり、 インテル 8080A のロゴと同じ短い方の辺の反対側。ありがとうございます。